どうもなおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強の TNT モードやっていきます。これで全ての TNT を使ったことになりますね。このモッドかなり TNT があってやりがいがありました。今日使うのがまずこれジル TNT なんだろうね。そしてワープするのかな。テレポーテーション、ワープとどう違うの。そしてキムジャング、なんだそれ。でダイヤモンド、アトミックダイヤモンドか。はい、まあ、とりあえずこんな感じとなってます。左から順に行きましょう。ジル TNT、 これはなんだ。ジルなんだろうね。行きます。ジル TNT。 おー、な、え、なに。あ、なんかね、ワープする。で、しかもなんか罠みたいなのが出る。なにこれ。これがジル TNT？ え、必要これ。え、どこに行ってもワープすんのこれ。おーおーおー、ワープするわ。あー、なんだこれ。まあ、使えるか使えないかって言ったら、使えないんじゃないこれ。あんまり意味がなさそうな気がする。じゃあ次の TNT、 これ分かりやすいね。ワープ、そしてテレポーテーション、どう違うんだろうね。まずはワープから行ってみましょうか。これワープするんでしょね。ドン、あれ、ちょっと待って、わけわからんとこに来る。うん、わけわからんとこに来るけども、まあまあまあ完璧なワープだね。全然違う場所に到着しました。では、テレポーテーション。どう違うの？テレポーテーションとワープ。さあ、来い。あ？敵が増えたぞ。敵がなんかいっぱい増えたぞ。あ、テレポーテーションは、その場所に移動するってことだな。うん。ワープは、全然違うとこだけど、テレポーテーションは、あ、そうだわ。うん。爆発した場所に飛んでくるっていうことらしいね。あんまり意味ないんじゃない？まあまあ、遊び程度の感じか。では次はこれだね。キムジャン。キムジャン？なんか人みたいな、ゴーレム？なんかそういう TNT になってるけども、なんだ？ゴーレムかなんかを召喚するやつかな？行くぞ！来い！何これ？誰？え、誰？誰なのこれ？わけわからん。ただの作り物だよね。ゴーレムかと思いきや、なんか変なやつが出てきた。何これ？お遊びだな、これは。これは完全なお遊びのやつだわ。裏側も表側も全く同じ顔です。これ誰なのか教えてください。で次がやばそうだね。アトミックダイヤモンド。なんかこのアトミックとかスーパーとかついてるとちょっとねクラッシュする可能性があるんだよね。さあこのアトミックダイヤモンド、これクラッシュせずにちゃんと爆発してくれるのか。どんなだ、アトミックダイヤモンド。わあ、なんだこれ。え、ちょっと待って、めちゃくちゃ範囲が、なにこれ。範囲は広いけども、え、この爆発のオブジェか。これかっこいい。かっこいいけども、実用性はないでしょ。え、これ威力あるの？まあ、威力はあるんだろうね。なにこれ。なんか爆発のオブジェが出来上がった。で、しかも全部あれだよね。ダイヤモンドの鉱石だよね。なんじゃこりゃ。じゃあとりあえず、これでエンドラー倒してみようか。倒せるのかこれ。じゃあ、アトミックダイヤモンドでやってみようか。いつもね、なんかいっぱいここに敷き詰めるとクラッシュしちゃうんだよね。一個だけで行ってみようか。あの範囲だったら全然いけると思うんだよね。
とりあえずエンドラが近づいてきたら爆発させてみましょう。来た、いけ、アトミックダイヤモンド。あ、倒した倒した。おー、なんかエンドラが変な風に吹っ飛ばされたぞ。え、これはさ、あの真ん中の中心の部分どうなったの？あ、あるあるある、中心の部分だけうまいこと残ってるわ。あ、やっぱここは壊せないんだよな。へえ、もうなんだろう、エンドラの死んでいくエフェクトみたいなのが全然表示されない。はい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 。で、下に爆発が届かなかった場所、このエフェクトがいけなかった場所は全部壊されて、ダイヤモンドが入手できました。なんじゃこりゃ。はい、ということで最強の TNT モッドでした。いろんな TNT があってこれは楽しめましたね。またね、他のモッドやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。